にちは。ACK のエマです。ニシです。アカネです。お願いします。今日は ACK の新作のアイテムを使って春服ルックブックを撮っていきたいと思います。イエーイ。まだ新作なのでサイトにアップされてないアイテムとかもたくさんあるのでよかったら最後まで見ていってください。それでは。私の一コーデ目はこんな感じで合わせてみました。じゃーん。本当に全部可愛いアイテムを詰め込んだコーディネートになるんですけど、このシアのトップスもめっちゃ可愛くて、じゃーん、もう本当に全部透け感のある素材になってるんですけど、前と後ろで長さが違うデザインになってて、シア素材なんですけど全体的にすごくボリュームが出るこちらシアーブラウスになっております。じゃん。でシアーブラウスは前を閉じて着ていただいても可愛いかなと思います。中のインナーまで透けて見えて可愛いなと思います。あとこちらなんですけど、袖にこうざっくりともスリットが入っているので、袖から腕を出して着ていただくこともできます。去年から流行ってるスリットデザインで、すごいおしゃれに着ていただけるかなと思います。で中もすごい可愛いインナーになっております。近くで見るとこういう感じなんですけど、こういったインナー着るときは中はヌーブラを着用したらいいかなと思います。そしたらブラひもとかも見えないので綺麗に着ていただけるかなと思います。全体で見るとこんな感じのコーデです。わお。じゃん。このコットンスカートも本当に私お気に入りでリアルバイしようかなと考えてます。で今サンプルがサイズ2しかなかったので、私はサイズ2を今着用しているんですけど、サイズ2でも全然めっちゃロング丈が好きな方はいいかなと思いました。ちょっと引きずるんでヒール履いてもらえれば全然着ていただけます。サイズ1もまたサイトにアップされた時に着用画像が出るかと思うので、そちらを確認していただければと思います。バッグはこちら 3way で使えるバッグを私は合わせてみました。で靴も色味を合わせてダークブラウンで合わせてみました。このコーデほんまにめっちゃ可愛いです。なんかデートの時とかに着ていきたいなと思います。ちょっと女の子らしいし透け感もあるから大人っぽさもあるコーデになるかなと思います。それでは次のコーデに GO!私の1着目のコーデはこんな感じです。このトップスのニットがめっちゃ可愛くて、こういうなんかデザイン性のあるニットとかは春とかに着るのがめっちゃ可愛いなと思って、あとめっちゃ肌触りがめっちゃいいんで、素材感も分厚すぎずけど薄すぎずみたいな感じで、すごくちょうどいいなと思ったのですごくおすすめです。あと首の部分のこのゴールドの感じとかもめっちゃ可愛いなって思います。これに合わせたスカートは同系色のレースのマーメイドスカートを選びました。ここでちょっと春っぽさをねより一層出してみようと思って、靴とバッグはブラウンで少し濃いお色味の方を使ってコーデをギュッと締めようかなと思ってこれ選びました。これもねちょっと前に販売されたものなんですけど、このバッグめちゃくちゃいっぱいいろんなもの入るしめっちゃおすすめです。かわいい。なんかこういうワントーンコーデとかになった時はいつも私は黒とかこういう茶色っぽい感じのバッグとかグレージュとかのバッグを使ってコーデのアクセントにしてます。で首元が詰まってるんで、今回もバレッタ、たびたび登場のバレッタを使って髪の毛束めてみました。こんな感じのコーデでお花見とかめっちゃ可愛くないですか。はい、こんな感じで私の1着目のコーデでした。それでは次のユニカさんへ GO!私の ACK の春服のコーデの1コーデ目はこんな感じで、ブラウンと
アイボリーのアイテムでコーディネートしてみました。今はジャケットを羽織って合わせているんですけど、中はジャケットを脱ぐと ACK の網のルーズトップスと一緒に合わせてコーディネートしてみました。このトップスがもうすでに販売されているトップスなんですけど、柔らかくてゆるい、もう1枚で女の子らしい雰囲気になれる紙トップスだと思います。少し今肩落として着てみたんですけど、少しあざとい女の子っぽい感じで着ていただけるのもめっちゃ可愛いなって思います。今一緒に合わせているスカートは ACK のホワイトのマーメイドスカートなんですけど、こちらは私がリアルバイしたアイテムで、ホワイトのアイテムは1枚持ってれば着回しも効くのでおすすめのアイテムです。でこちらは ACK の SS の販売のジャケットなんですけど、色は実はブラックとキャメルの2色展開で、こちらがキャメルの色味のジャケットを着用しております。羽織るだけでめちゃくちゃ可愛くって大人っぽく着こなせるので、私はこのアイテム欲しいなって思ってます。全体的にコーディネートを単色っぽいお色味で合わせたので、バッグはブラックとパンプスもブラックで合わせてみました。春ということでやっぱパンプスとかで少し抜け感あるアイテムを合わせるのが可愛いかなと思いました。それでは次のコーディネートにゴー。私の春服新作のフザコーデ目はこちらのワンピースを選んでみました。じゃーん。こちらがシアーインナーワンピースのカラーがブラウンの方です。身長が 150cm なのでサイズは1を着用してます。名前の通りこちら中がこういった透け感のあるシアーの素材になってて、レイヤードして着ているような感じのデザインになっております。もう1枚でこの重ね着してるように見えるワンピースになってあります。でこちらの腕部分が少し長めの作りになってるので、気になるここの肩幅だったりとか二の腕をさりげなくカバーしてくれるデザインになってあります。ウエスト位置がこちらの高めの位置で切り替えになってるので、すごい足も長く見えるデザインになってあります。で私が今サイズ1を着用してるんですけど、 150cm の方だと 2-3cm ヒールが必要かなと思います。もう 150cm 台の方はサイズは1で大丈夫かなと思います。こんな感じでもう1枚で結構スタイリングが仕上がるワンピースなので、すごいおすすめです。で私は今こちらの小物を全部ブラックで統一してちょっと締めたコーディネートにしてるんですけど、こちらのアイボリーのバッグを持ったらまた雰囲気が変わって見えるので、小物でコーデの雰囲気を変えていただけるかなと思います。斜め掛けにしていただいてもすごい可愛いかなと思います。それでは次、はい、私の2コーデ目はこんな感じです。やっぱ春と言ったらブラウスかなと思って白のブラウスを選びました。腕の部分がこんな感じでタポッとした感じで、すごく可愛いブラウスになってます。でこのね、ここの部分がゴムになってるので、この辺で留めてこんな感じで七分みたいな感じでタポッと刺して着てます。かわいい。胸元も V なんですけど、ここでね調節できるんで、この開き具合とかすごくかわいいです。あとここがここでクシュってしたりとかもできて、すごくかわいくなってます。ブラウスの方がこんな感じで横に広がってるようなデザインになってるので、すごくデザイン性があって1枚あったらすごく便利かなと思います。スカートの方が私はマーメイドスカートのブラウンを合わせるんですけど、ほんまに白のブラウスってスカートとかほんまにいろんな何でも合わせれるんで、やっぱ春とかは1個ブラウス新しいの、ね、買ったりしてもいいんじゃないかなと思います。これめっちゃ可愛い。このブラウン、私骨格ストレートなんで V とかちょっと首元空いてる方が似合うみたいな感じで、まあ、この前教えていただいたので、
こういうブラウスすごい可愛いなと思います。バッグがじゃん ACK のバッグを選びました。今はクラッチバッグみたいにこんな感じでね持ったらめっちゃ可愛いと思って、こんな感じで手で持ってるんですけど、斜め掛けにできたりとか手で持ったりとかもできるんで、すごく有能くんです。重たいものとかを入れるときはこんな感じで手で持ってもらった方がいいかなと思うんですけど、こんな感じでクラッチバッグとかで持っても可愛いかなと思います。はい、こんな感じで私の2コーデ目は少しデザイン性のある可愛いトップスを使ったコーデにしました。ありがとうございました。それでは次のユニカさんへゴー。はい、次の私の2コーデ目はこちらの新作のダブルテーラードベストを主役にコーディネートを組んでみました。こちらのダブルテーラードベストは2色展開でブラックとこちらのベージュのお色味の展開になっているんですけど、ハーフベストなので使い回しもめちゃくちゃ効くアイテムで、羽織るだけで春っぽい雰囲気になるのでとてもおすすめのアイテムです。トップスとスカートはホワイトで合わせてみて、このベストが際立つようにホワイトで合わせてみました。この生地感がめっちゃ可愛くって、朝っぽい生地でもう真冬以外は着ていただけるジャケットで、こういうベストって結構カッチリめになりがちかなと思ったので、ブラウスは少しバルーンっぽい雰囲気のブラウスで合わせてみました。こちらのブラウスも新作なんですけど、こちらの襟も一緒についたアイテムになってます。プリーツのデザインになってて2枚重なった襟がついているので、こんな感じで襟をつけるとまた違った雰囲気のブラウスも楽しめるので、販売をお楽しみにしておいてください。一緒に合わせているスカートはこちらレースのスカートなんですけど、裾の柄がレースの柄が少し違うんですけど2段になっていて、もう着るだけで着映えするし春にはもってこいのアイテムで、とてもおすすめのスカートになっております。バッグはラフィースクエアバッグを一緒に着用しております。こちらが3ウェイになってて、今は中で閉じてるので少し三角っぽい小さめのデザインになってるんですけど、こんな感じで結構中のボタンを外すとこういう四角のぷっくりしたデザインのバッグになっています。また3ウェイでこんな感じのショルダー掛けもできるので、いろんなシーンに合わせて別々の使い方をしてみるのも楽しいんじゃないかなと思います。はい、これで私の春のおすすめのルックブックを終わります。それではエンディングにゴー。はい、3人のおすすめの春服ルックブックが終了しました。イエーイ。今後また新しいアイテムとかが続々サイトにアップされると思うので、ぜひチェックをお願いいたします。この動画がいいなって思ったらいいね、コメント、グランテンサイ、チャンネル登録お願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。